メルヴィル・デューイは、アメリカの図書館学者で、図書分類法である、デューイ重心分類法の考案者として知られる。図書館の歴史を語る上で、非常に重要な人物で、世界中の図書分類法に、多大な影響を与えた。なお、20世紀を代表する哲学者、教育学者のジョン・デューイとの血縁関係はない。メルヴィル・ルイス・コシュート・デューイとして、ニューヨーク州に生まれ、アマースト大学に入学。 そこで学生組織デルタカッパイプシロンのメンバーになった。1874年に卒業。アマースト大学の司書補として1874年から1877年まで働き、留意重新法を考案する。彼はボストンへ赴き、ライブラリージャーナル誌を創刊。同志は次第にアメリカにおいて図書館運営に影響力を持つようになった。 彼の友人で同僚の師匠チャールズ・エイミー・カッターと共にアメリカ図書館協会を設立。両人は1876年にフィラデルフィアで行われたアメリカ図書館協会の第一回総会で声明を出した。1883年にはコロンビア大学の師書兼教授になる。翌年当時にコロンビア図書館学校を設立。これは 司書養成のための最初の期間であった。この学校は大変成功し、彼の指示により、ニューヨーク市内に移転し1890年に、ニューヨーク州立図書学校として発展的に、再設立された。1888年から1906年まで、ニューヨーク州立図書館の監督に、また1888年から1900年までは、ニューヨーク州大学校の秘書になる。 彼の手によりや、その他の少数民族に対して排斥する考えを示していた。また反ユダヤ主義で、反フェミニズムでもあった。1931年に80歳で死去。留意の功績を称え、1951年、アメリカ図書館協会が選定した近代図書館で、指導的役割を果たした40人のリスト、図書館伝道にその名が加えられている。 ありがとうございます。